それ、売れ残りの在庫かしら。あ、ヘファイストス様。いい、もうずっと売れ残っているので整理しようかと。捨てるっていうこと？はい、大した素材も使ってませんし、置いておいても場所を取るだけですから。納得してるって顔じゃないわね。私、もっと売れるものを作りたいんです。でも今の私じゃ誰もが欲しがるような素材も使えなくて。素材ね。え？レアメタルを使ったような装備は高くなるわよ。それって誰もが欲しがるものかしら。多くの冒険者が求めるものは、身分に応じた値段の少しでも性能のいい装備。そこに求められるのは本当に素材？すみません。そうですよね。なかなかうまくいかなくて、何かのせいにしたくなってたようです。あなたはまだ若いわ。ここからいいものを作れるようになればいいの。はい、ありがとうございますヘファイストス様。おー、ちゃんと主審やってるじゃないか。アルバイトも主審の責務もサボりがちなあなたと一緒にしないでくれる？うぐ、そんな言い方ないだろう。冗談よ。アルバイトはともかく、昔ほどぐうたらじゃなくなったからね。そりゃそうさ、僕にだって可愛い子供たちができたんだから。ええ、昔のままのあなただったらベルフのコンバージョンなんて絶対に認めなかったわ。私のホームに居候してくっちゃねくっちゃねを繰り返してたあなたならね。昔のことはいいじゃないか。今はこうしてアルバイトだって真面目に。自分で作った借金なんだから、あなたが返すのは当たり前でしょ。グーの音も出ない。それでどう？あの子は、ベルフはそっちでうまくやれてる？ベルフ君かい？僕が見る限りうまくやってると思うぜ。あの子は子供の中じゃ一番の年上だからね。みんな頼りにしてると思うよ。もちろん僕も含めてね。ずいぶん高評価じゃない？そりゃそうさ、僕のファミリアじゃサポーター君も春姫君も危険人物だからね。はあ？みんなベル君を好きあらばと狙ってるんだ。それがないベルフ君とミコト君は僕にとっても癒しなのさ。共感しづらい理由ね。やっぱり気になるかい？離れたとはいえ自分の子供のことは。ええ、そうね。あの子も職人だから、頑固で意固地な部分が出てないか心配になってね。まあ家事のことには一加減ありそうだし、決めたら曲げない芯の強さは感じるかな。家事に絡むことだとサポーター君とも何度か言い合いになってたこともあったし。
なの？もちろん可愛いものだけどね。お互い決定的な亀裂が走るような話じゃないさ。そんなに気になるなら会いに行ってあげたらどうだい？君がここでどんなベルフ君を見ていたのかは知らないけど、今の彼を見てあげてほしいな。この子は今でも君の子だと思ってるんじゃないかな。あの子の目は君しか見えていないんだから。それはそれで問題じゃない？そう、それは僕の決めることじゃないからね。ただ僕は今のベルフ君でいいとも思ってる。極東でも百聞は一見にしかずって言うだろ。会ってみれば君の不安も少しは解消されるんじゃないかな。ま、気が向いたらいつでも訪ねてくるといいさ。ヘファイストスならいつだって歓迎するよ。すみません、ここの防具試したいんですけど。おっと、お客さんだ。じゃあまたね、ヘファイストス。ヘスティアから許可はもらっているし、これは親友のホームを訪ねるだけで。ベル様、それはダメです。なんでだよ、せっかく手に入れた素材なんだし使ってみてもいいだろう。なあリリスケ、頼む。採取物の中からベルフ様の取り分は3つまでです。もう2つ選んでいるのであと1つだけです。どっちも捨てがたいんだよな。なあリリスケ、もう1個だけな。ダメです、あと1つだけと甘やかしていてはキリがないとリリは学びました。武器が撃てれば戦力が上がるし、その方がファミリアのためになると思うが、どうだ。ホームの維持費、みんなの食費、どれもバカにならないんです。アイテムの補充も必要ですし。仕方ねえ、こっちにする。ご協力ありがとうございます。はあ、組み合わせ次第で面白いもんが作れると思ったんだがな。リリだってベルフ様には好きなように武器を打ってほしいと思っています。でも、いえ、言い訳ですね。おいおい、お前が気に病んでどうする。お前がいろいろとやりくりしてくれてるって分かってるから、俺だってわがままをぶつけられるんだ。落ち込まれると調子が狂う。それが分かってるならダダをこねるのをやめてください。いや、それとこれとは別だ。まあ素材に頼ってるようじゃダメなんだかな。どんな素材からでもその素材なりの最高を引き出す。それこそヘファイストス様なら何の変哲もない鉄からでもとんでもない名剣を作り出しちまうからな。じゃあその領域を目指す決意で素材もう一つ売りに回しても？だからそれとこれとは別だっての。
まくやってるみたいね。それに少し大人になったのかしら。なんだ、やっぱり来てたのか。中に入らないのかい？ええ、もう用は済んだわ。それじゃあね、ヘスティア。あ、ヘスティア様、帰ってたんですか。ベルフ君、ヘファイストスとは話せたかい？ヘファイストス様？いや、見かけてませんけど。え？こちらにいらしてたんですか？うん、今すれ違ったよ。え？ヘファイストス様、ヘファイストス様！